仕組みさえ分かってしまえば簡単なんですけど、リレーを使った DIY の面白さっていうのを、リレーなんていうものを一度も触ったことがない人でもやれるようなね、動画を作っていきたいなと思っていて、トリガー入れます。はい、今日はねAmazonから送られてきた荷物のお話なんですけど、この荷物僕3月の11日に発注してるのが9月の18日に届きました。もう完全にこれ忘れてますよね。もう半年前です。全く覚えてません。中身なんですけど、ちょっと銀色の袋に入ってるんですけど、まあ電子部品だなっていうのはわかると思うんですけど、これ中開けるとこんなようなねリレーが入ってるんですけど、フリップフロップリレーといってちょっと特殊なリレーなんですけど、まずこのリレーを使うためには、まあ、スイッチがいります。スイッチにはねモーメンタリースイッチとオルタネイトスイッチっていうのがね2種類あるんですよ。でモーメンタリースイッチが押してる間だけオンするスイッチで、オルタネイトスイッチは1回押せばオンの状態を保持するスイッチで、もう1回押すとオフをするスイッチです。で車の DIY でよく使うのはオルタネイトスイッチですよね。押したらオンしっぱなしっていうスイッチを基本的には使うと思います。でモーメンタリースイッチや押してる時だけしかオンをしないんで、車の DIY には非常に向かないスイッチになってるんですけど、このリレーを使うことによってモーメンタリースイッチがすごい活躍ができるようになるわけですよ。ようやく届いたんで、まあ、せっかくなんでね、僕がやろうと思ってたことを今からやっていこうかと思うんですけど、まあ、このスイッチがどういうものかっていうのだけお伝えして今日は終わろうかなと思うんですけど、で僕の動画のこう質問欄にね、やっぱりねこのリレーを使った DIY について結構なご質問があるんですよ。でいい機会なんで、そのリレーを使った DIY の面白さっていうのを、今までリレーなんていうものを一度も触ったことがない人でもやれるようなね動画を作っていきたいなと思ってるので、その身構えるほど難しいもんじゃなくて、仕組みさえ分かってしまえば簡単なんですけど、実際に本当に簡単なんですよ。使い方について噛み砕いてね、こう分かりやすいように説明していこうかなと思うので、まあ、こんな動画を作るとね、僕の息子にはね、そんなマニアックな動画を作ったってねあんまり意味ないんじゃない、もうちょっと誰でもやれるような簡単なことの方がいいよって言われるんですけど、まあ、僕の技能がねこういうものを使っていろんなことをやるっていうのに特化してるんで、まあ、YouTube やるんだったら、まあ、自分の得意な分野をやっぱり動画にした方が自分もやりやすいし、興味がある人にとっては面白いんじゃないかなと思うのでね、こういうことをやっていこうかと思うんですけど、まあ、このリレーの使い方ね、フリップフロップリレーっていうものをちょっとどういうものかを説明しようと思います。フリップフロップリレーについてちょっと説明をしたいと思います。でフリップフロップリレーっていうのは、こういうモーメンタリースイッチのね、これ押してる時だけオンするスイッチなんですけど、このスイッチのこの押したっていう状態を保持してもう一回押すと解除するような動きをするリレーです。この押してる時だけオンのボタンの動きっていうのはどうなるかっていうとですね、 LED をつけます。電源に今プラスとマイナスをつなぎましたけど、こんな感じです。押してる時だけオンをするリレーになります。でこれを外してる時でも点灯してるような状態にして、もう一回押すと消灯するような動きをさせたい時にこちらのリレーを使います。でただね、今ねいろいろとね動作確認をしてたんだけど、せっかく、半年かけて届いたリレーなんですけども、ちょっとね不具合がありました。まあどういった不具合かっていうとですね、まあ実際こちらのリレーの正しい動きを今からお見せしますね。でこのリレーを使ってこのこちらのね LED をね点灯させたいと思うんですけど、ちょっと今からやってみます。今この LED をこのリレーにつなぎました。でトリガーを入れてみますね。このここを短絡するとトリガーなんですけど、トリガーを入れます。今点灯しっぱなしになりましたよね。でもう一回触るとオフします。でトリガー入れるとこうつきっぱなしになりますよね。多分これがね今切れましたよね。これねわずかな静電気で切れちゃうんですよね。今点灯してますけど、こんな状態でね、これねもし僕がこの手でちょっとこの辺を触るだけでこういう風に切れちゃうんですよ。本当にわずかな電流がここのトリガーに流れると切れてしまうことが分かりまして、これが正常な動きなんですよね。今トリガーでオンしてこう切れるようなね、これが僕がちょっとこの辺を触ると切れちゃうと。でこのトリガーのこの端子をね僕が指で触るとね
切れちゃうんですよ、短絡させなくても。でこれね、こういう動きになっちゃうと、ここをボタンで短絡させてオンオフさせようと思っても切れちゃうんですよね。ボタンを押してる時だけオンして、ボタンを外したらオフするような、ただのモーメンタリースイッチのような動きにこのリレーをつけてもなってしまってですね、まあ動き的には確かにフリップフロップ動作するんだけど、ちょっとノイズだらけのところでは使うことができないかなと。全くノイズのない状態のところでこのリレーを使えばいいんですけど、残念ながらこちらのリレーは使うことができませんでした。マニアックな話でよくわからない方もいるかもしれないんですけど、フリップフロップリレーっていうのはオンした状態を自己保持っていうんですけど、自分で自分を保持って言ってね、オンの状態をね保持して、もう一回入ってきたらオフするというような動作をするんですけど、そういったような動きをするリレーだったんですけど、ちょっとした静電気で自己保持が切れてしまうので、こちらを DIY で使うことはちょっとできないかなというところで、今結構がっかりしてる状況です。せっかくねこれね半年待って届いて、いざつけてみたら全く使い物にならないようなフリップフロップリレーでかなりがっかりしてるんですけど、さあどうしたもんかと。まあ使い道がねちょっとないよね、これだけだと。 12V じゃなくてね、もうちょっと電圧を低くしたりしたら使えるのかもしれないですけど、 5V から 24V までの動作なんで、 5V でやってみようかなと思うんですけど、ちょっと 5V なんで LED はちょっと光が弱いですけど、これ 5V、 まあ 5V でもやっぱり、あでもわずかにやっぱり電流が流れるとオフしちゃうんで使えませんね。かなりがっかり、使えないですねこれね。で今回のフリップフロップリレーなんですけど、モーメンタリースイッチのオンの状態を保持するために僕は購入しました。でどういったところに使おうかっていうところなんですけど、僕は後部座席に LED を仕込んでウェルカム動作をさせてるんですよ。まあ、なんでそういう動作をさせてるかっていうと、足元を照らして、荷物とかをね取りやすくしたりとか、乗る時に足元がしっかり見えるようにっていうことで、後部座席の取っ手のところの下にね仕込んでるんですけど、基本的には走行中には絶対につかないんですよ。ウェルカム動作以外では一切つかないわけですよ。ただなんか物をね夜落としたとか、そういった時にあったら便利じゃないですか。じゃあ普通のオルタネートスイッチを使えばいいじゃんって思われるかもしれないです。ないんですけど、オルタネートスイッチの弊害として、まず降りる時にね押して光らせたまんまの状態にして、そのボタンをオンしたまま閉めちゃうことってあるじゃないですか。まあ、エンジンを切ればね当然そのライトは消えるんですけど、今度エンジンをオンした時にずっと点灯しっぱなしになるわけですよ、その LED が。とわざわざそのスイッチを切るという行為をしないとその LED は切れないわけですよ。じゃなくてですね、エンジンを切った時には必ずオフな状態で動作をするという動きをさせたかったんですけど、でそのために今回のリレーを購入しました。どうも今の基板を見ると動作が不安定でうまく動かないんで、リレーを組み合わせて作ってみようかなと思うんですけど、このリレーを組み合わせて作るためには最低でも 4C 接点のリレーが3ついるんですよね、調べた限りだと。 4C 接点っていうのはねまあまあ大きいんですよ。まあ、どれくらいの大きさかっていうと、一応僕がね Amazon で購入したのが 2C のね接点のリレーなんですけど、これね大体200円ぐらいで売ってるんですけど、僕の手の大きさでこれくらいの大きさがあるんですけど、これと同じサイズでこの中に4つ接点が入ってるね 4C 接点リレーっていうのがあるんですけど、これを3つ使わないとフリップフロップ動作はちょっとできないんで、さすがにこの大きさのリレーを3つ車の中に仕込むのはちょっと嫌かなということで、まあ、電子基板にするか、それともこのリレーを使ってハード的に組むかって考えてるんですけど、まあまあねここまで来るとちょっと YouTube のネタ的にどうなのかなと思うようなマニアック的なところまでなってくるんで、ただフリップフロップ動作っていうのはこういうリレーで作るっていうのは結構皆さんねなかなかわからないと思うんで、設備とかで、フリップフロップ動作をプログラムで動かすんじゃなくて、こういうハード的なもので動かしたい場合にこのフリップフロップ動作ってできるわけですよ、リレーを使えばね。だからそういうことで、まあ、やってもいいかなと思いますけど、こいつのこの大きさで3ついります。まあ、今回はちょっと全然ねうまくいかなかったっていうか、リレー自体が不良品だったんですけど、こういうねリレーを使った車の DIY っていうのは意外と結構皆さんからいろんな質問がされるんで、僕の今までの説明だと端折りすぎてたりとかね、まあ、撮影のテクニックが下手くそだったり、要するに動画の構成がまあうまくなかったりとかで、いろいろと問題点があって分かりにくかったところがあると思うんで、質問が多い内容について今から順番にやっていこうかなと思います。
一個一個ね、しっかり分かりやすいようにもう一回再構成してやっていこうかなと。でこれをやっぱり触れるようになるとすごく DIY の幅が広がって楽しくなるので、そういったことを、まあ、これからやっていこうかなと思いますので、マニアックですけどリレーとかを使った DIY をチャレンジしたいよとかいう方がいれば、これからの僕の YouTube でいろんなことをやっていこうかなと思うので、ぜひとも登録もお願いします。